はい、オリックス選手の現役推し大キャノンです。いやー、オリックスバファローズ何やってんすか。今日も当たり前のように0対4で、ソフトバンクホークスの敗戦、北海道日本ハムファイターズの皆様誠に申し訳ございません。我々がもう少し勝っていればもうちょっとパリーグ面白いはずなんですけど、本当に申し訳ありません。はい、いや今日はですね、この、ちょっともうやけ食いです。スキミバーガーを食べながら、ちょっとですね試合を振り返っていきたいなと思いますが、はい、ちょっと美味しそうですね。芳醇スキミバトルバーガー、今日でですね、なんと、2リーグ制になってからワースト23度目の監督の、めっちゃ滑るね、このなんでめちゃくちゃ滑るんです。はい、2リーグ制になってから、ワーストの23度目の完封負けということで、やばいですね、これもう終わってますね。はい、うまい、スキムバーガーうまい。でですね、75イニングタイムリーなし、そして32イニング得点なしということで、やばいですね。どうなったんですかこの頻打戦。今日もですね、1回に1三塁で、チャンスを迎えたんですけど、西川紅林連続三振で、そして2回から8回までは2塁すら踏めずというですね、もう本当にどうしたらいいんだと思うような状態です。ひどいです。もう田島投手7回2失点ですからね。はっきり言ってナイスピッチングですよ。あのナイスピッチングをもうこの敗戦にしてしまう。もうパ・リーグを面白くなくしてるのはオリックスです。もうやばいね。なんかもう別にさ、せめてさ、もう CS も行けなくていいし、優勝もまあどうせ無理だからいいんだけど、パリーグの火を消さないでほしい。今多分ソフトバンクはオリックスと当たると嬉しいと思う。めちゃめちゃ勝てるし、なんか当たり前のように得点して当たり前のように抑えて勝つんで、はい、オリックス戦がまだあることがですね、ソフトバンク余裕で優勝の、要因になると思います。はい、というわけで本当に今日はですね、北海道日本ハムファイターズの皆さん、重ね申し訳ございません。パリーグを面白くなくしてしまって本当にすみません。オリックスバファローズ野手陣の皆さん、しっかり練習してね、来季やり返してやりましょう。はい、今年もとりあえず糸口だけは掴んで、はい、残りソフトバンク何試合ですかね、ちょっと勝ちましょう。はい、頑張れ。